速稼塾の久保でございます。まあ、速稼塾に入るとまずはね、C の木 SR シリーズというものをお勧めしているんですけども、これがねパート1、パート2、パート3と結構長いシリーズになってきました。おかげさまでね、この C の木 SR シリーズを活用して、まあね、毎月5万だとか6万だとか7万だとかっていう風に、売上を上げる人、そして入金が始まった人もね結構出てきまして、本当にありがたいコーナーをねやってくれてよかったと思います。まあ、実はね、私が自己アフィリエイトっていうものは得意でずっとやっていたんですけども、まあ、2013年から2016年の間ですね、自己アフィリエイトかなりやっていたんですよね。で、これは人に教えるためにやっぱりいろんな案件知ってないといけないかなっていうことで、毎月10万円の利益をね目標に、売上的にはね、5、60万から100万前後というものを自己アフィリエイトで上げていたわけなんですけども、やっぱり確定率っていうのがありますんで、100万の売り上げ上げたからって100万全部が入ってくるんではなくて、途中承認がされなかったりとかね、なんかわかんないけど入金がキャンセルされたりとかで、まあそっくりそのまま入ってこないわけなんですよ。まあ私の感覚で言えば3割ぐらい入ってくればいいかなっていうふうに思っていたわけなんですけども、まあ結構最近はね精度が良くなってきたと言いますか、まあ厳しくなった分、きちんと払うようになってきたのかなってっていう風な感覚なんですけども、結構 C の木 SR シリーズでね、入金があって、例えば毎月2万とか3万でもこれをね、今普段の仕事の中でやるのは結構ね難しいと思いますし、 FX をやって毎月2万3万の利益を取るのも、これもねなかなか入金金額とかね、そのバランスの関係で難しいと思うんですけども、まあそういうのが全然いらないですから、この C のキャッサルシリーズはどんどん使ってもらいたいなと思います。必ずですね、自分にもできる案件っていうのがかなりの割合であると思いますんで、動画概要欄につけておきますので、そちらの方からねご参加いただきたいと思います。まあまだやってない方とかね、しばらくやめちゃった方も、別にね日付関係ないですから、案件載っていれば別に1ヶ月前のでもね2ヶ月前の前でもできるんで、やっていただければと思います。まあ、ただしですよ、ただし、キャンペーン期間が切れてた分に関しましては、まあ、報酬がね低減されたりとか、そもそもそのキャンペーンが終わっていたりしますんで、そこはね各項目のこう概要欄をねご覧いただいて、まあ、否認条件等を確認していただいて進めていただければと思います。まあ、案件ごとにルールが変わってますんで、ルールがありますんでね、そちらの方はご自身でそれぞれ確認されて進めていただければと思うので、よろしくお願いします。特にねこの時期からは FX の案件が結構ね取りやすくなってますんで、狙っていければいいんじゃないかなと思います。 FX に関しましては、クレジットカードと違ってですね、特に審査が通らないってことはありませんので、すごく使えると思います。それでは失礼します。